四大陸選手権バンクーバーオリンピック会場を舞台にマークしたショートプログラム世界最高得点。パーフェクトなリバイバルは世界女王への道、キム・ヨナ。場内の期待高まるショートプログラム。サンサンス、シノブと スピードを保ったままの3回転連続ジャンプ、トリプルフリップ、トリプルトーループ決めてきました。第2ジャンプの方が高さがありましたね。これは大きな加点になりそうです。ステップからのトリプルルッツ、スピードに乗っていいですね。非常に動きがいいです。直前の練習、そして調整で見せてきた通りの実力をこのリンクで披露しています。ダブルアクセル、落ち着いていますね。それから緩急につけてうまく構成されたストレートラインステップですね。間の取り方がうまい。LA 熱狂のパーフェクトリバイバル。再びこの世界のリンクで完璧なショートプログラムを披露しました、キム・ヨナ。そして誰もがその席から立ち上がっている。満員の客席、その大歓声に手を振って応えます、キム・ヨナ。まずはショートプログラム主導権を握りました。いやー、それにしてもというこの緊張感の中で、荒川さん、はい、しっかりと来ましたね。いや、本当に素晴らしいショートプログラムですね。本当に音楽との調和も非常に素晴らしいですし、はい、その他技術面でも言うことがないぐらい今日もパーフェクトなショートプログラムでした。ジャンプもステップもスピンも全てに加点がつくような、そんな素晴らしいショートプログラムだったと思うんですけれども、はい、何よりもこの緊張感の中でそれをうまくコントロールして本番につなげてくるというこのコントロール、メンタルの強さというのも本当に驚きですね。
まあ、八木沼さんね、はい、練習からほぼもう完璧なところをもう見せていたんですがね、そのまま発揮しましたね、やはりね。そうですね、やはりこの世界選手権までに、はい、やはりその試合に向けた練習というのがどれだけできているかというのがこういう結果につながってくると思うんですけれども、やはりそれだけ自信を持って公式練習中も行っていましたし、はい、やはりもう自分はできるんだと、もう何の不安もないというところで今日このショートプログラムを迎えられたというのがこの結果につながっていると思いますね。非常に素晴らしかったです。世界チャンピオンブライアン・オーサー、しかしオリンピック金メダルの夢は叶いませんでした。キム・ヨナと共に歩む道。そしてこちらはバックステージの浅田真央選手の表情です。前回マークした 72点、これを上回った世界最高を大きく更新、 76.12、 とてつもないスコアにつなげた。キム・ヨナ文句なし、トップ。